今日は運動動詞と状態動詞の勉強をします。皆さんこんにちは、元気ですか？今日はもう最後の復習として動詞の種類を見ていきましょう。動詞の種類、はい、動詞はもうたくさん勉強しましたよね。たくさんたくさん勉強したと思います。例えば動詞の種類でもいろんな種類がありましたよね。はい、でも今日はこの2つの動詞の種類をまず一緒に見ていきたいと思います。動詞、自動詞、他動詞はもう勉強しました。自動詞、他動詞はもうたくさん勉強したので置いておきます。今日は運動動詞と状態動詞の勉強をします。運動動詞と状態動詞、まずちょっとこの2つを分けて考えましょう。運動動詞と状態動詞。運動動詞っていうのは、まあ、日本語がちょっと忘れちゃった人のためにアクション、 The verbs of action。 状態動詞は state、 condition、 situation、 The verb of state。 はい、まあこれは多分皆さんの国の言葉とか英語も同じなので、ちょっと日本語でも少し考えたらすぐわかると思います。はい、運動動詞っていうのはどういう動詞がありますか？運動動詞どういう動詞があると思いますか？例えば行く、来る、笑う、話す、聞く、会う、たくさんありますね。たくさんあります。運動動詞はたくさんあります。動詞はそもそもこの動くっていう漢字がついてますから、動く漢字、アクション、運動の動詞はたくさんあります。運動の動詞はたくさんあります。とても多い。はい、状態動詞の方がちょっと少ないです。状態動詞の方が少ない。どういう言葉がありますか？覚えてますか？例えばいる、ある、存在する、違う、見えるかな、違う、思う、イライラする。はい、あと可能形の動詞も覚えてますか？可能形、できます、 can のね。可能形の動詞も状態動詞に入ります。今はそのできる状態ですから、可能形も状態動詞に入ります。例えば話すだったら話せる、聞くだったら聞ける、覚えてますか？聞ける、はい、字が汚いですけどすいません。はい、状態動詞はもうまだたくさんありますけど、まだありますけど、まあちょっと少ない。運動動詞よりも状態動詞の方が数が少ないです。はい、状態動詞は例えば存在とか必要ですか、どうですか、必要とかと関係の表現とか、過剰な程度、多すぎますとか、多すぎます、難しすぎますも状態を表しますし、可能形もそうですし、あと近く、聞こえるとか、聞こえる、見えるとか、あと感覚とか思考、思います、考えますが状態動詞に入ります。状態動詞に入ります。はい、 OK ですか？この2つの違い、皆さんの国の言葉にもあると思います。皆さんの国の言葉にもあると思いますから、ちょっと自分の国の言葉と日本語照らし合わせて考えてみてください。じゃあ表の1、文法1の1の表の1を見てください。文法1の1の表1を見てください。はい、運動動詞と状態動詞は過去、現在、未来で、現在の
表し方が違います。現在の表現が違います。運動動詞の場合、過去、話します、話したになりますよね。過去、話した、話しました。現在は話している、スピーキング、イングの部分ですよね。話しているになります。で、未来は話す、話す、辞書の形、辞書形とマス形、話す、話しますが未来になります。状態動詞、状態動詞はじゃあある、過去の時はあった、現在もある、未来もあるを使います。現在も未来も同じ表現を使います。状態動詞は現在も未来も同じ表現を使うことができます。はい、わかりますか。で、両方使う動詞もあります。例えば思うは、過去は思った、現在思うもいいです、思っているもいいです。両方使います。思う、思っている、で、未来は思う。まあ、どちらにしても現在と未来両方とも思うを使うことができます。全部そうです。現在も未来もこの同じ表現、辞書形の表現を使うことができます。でも運動動詞の時は必ず ing、 今の時は言っている、来ている、笑っている、話している、聞いている、会っている、ているを使わなければなりません。はい、この違いがあります。現在の表し方、現在の表現が違います。運動動詞と状態動詞。はい、わかりますか。じゃあ文法 1-2、 文法 1-2 でちょっと長い文章で確認しましょう。文法 1-2、 全部会話です。全部会話、1番2番会話です。1番、中村課長に今資料を見てもらいたいのですが、すみません、話せますか。中村課長に今資料を見てもらいたいのですが、話せますか、話せますか、これ可能形ですね。話せますか。2番、すみません、課長は今いなくて30分後には戻ると思うんですが。はい、すみません、課長は今いない、いなくて30分後には戻ると思うんですが。はい、こういうふうに今のている、ている、ているのこと、ているは今ないですね。はい、こんなふうに現在でも辞書形を使うことができます。現在の表現でも辞書形を使うことができます。はい、じゃあ3番と4番も会話です。3番。昨日勉強した新しい漢字、100字、覚えることができましたか？覚えることができましたか。4番。先生、50字くらい覚えましたが、残りはまだ覚えていません。残りはまだ覚えていません。はい。この、覚えるという単語なんですけど、これが結構難しくて、質問するときは、覚えましたか？覚えていますか？覚えましたか？覚えていますか？覚えることができましたか？いろんな聞き方があるんですけど、答えるときは、覚えていません。必ず、否定で答えるときは、覚えていません。この、ているの形にして、否定します。覚えていません。覚えていない。覚えてない。覚えていません。覚えていない。はい。この、ているの形で使います。はい。Do you remember? Do you memorize all of this? No, I didn't remember. I haven't remembered yet. の意味になります。じゃあ、覚えませんは、どういう意味になるかわかりますか？覚えません。はい。これは意味が違います。意味が違います。覚えませんは、私の意思が入るんですね。I don't want to remember. I will never remember. の意味になります。覚えません。覚えませんは、I will never remember. I don't want to. I don't want to remember. I don't want to memorize. の意味になります。はい。ですから、普通は漢字は覚えたい。覚えた方がいいと思っているときは、覚えていません。これから覚えます。
覚えていません。今はまだ覚えていませんけど、これから覚えます。の意味で、覚えていません。こっちを使います。こっちを使います。はい。これは注意してください。じゃあ、5番と6番も会話です。5番。田中先生はどの人かわかりますか？田中先生はどの人かわかりますか？ 6 番。あそこで校長先生と話している人ですよ。あそこで校長先生と話している人ですよ。はい、これは今話している。話しますは運動動詞だから話している人ですよ。と聞きます。はい。大丈夫ですか？大丈夫かな？じゃあ言葉の2の1、言葉の2の1で言葉を一緒に見ていきましょう。はい、一緒に読みましょう。はい。種類、運動、状態、存在します、違います、思います、イライラします、校長先生、医師、無意識、結果、いります、爆弾、カーナビゲーション、動作、継続します、変化、急ぎます、制服、コート、将来。はい、もう結構知ってる言葉が多いんじゃないですか？よくここまで頑張って勉強しましたね。はい、じゃあ今日は動詞の種類なので、もう一つ動詞の分け方を見たいと思います。はい、意思動詞と意思動詞と無意思動詞、覚えてますか？これはもう勉強したのでさらっといきましょう。はい、意思動詞はどんな言葉がありますか？いろいろありますよね。借りる、作る、する、壊す、開ける。はい、これはこの動作をする人の意思があります。これがしたい、これをしよう、意思、したい、しようという意思があります。はい、この漢字のまんまね、意思があります。はい、じゃあ逆に無意思動詞は意思がないんですよね。意思がないということは、例えばある、できる、いる。壊すは意思動詞ですけど、無意思動詞だと壊れる。開けるは意思動詞ですけど、無意思動詞だと開く。あと、聞こえる。はい。見える。はい。これも無意思動詞。無意思動詞。
になります。はい。無意思動詞は、この漢字の通り、意思がない。意思がないですから、命令や禁止や対、食べたい、寝たいの対ですね。want や行こう系、食べよう、寝よう、依頼、食べてください、寝てください、可能、食べられる、寝られる、刺激、食べさせる、寝させる、受け身、はい、食べられる、寝られる、に、できません。これできません。無意思動詞は、これ。これにすることができません。はい、逆に意思動詞は、これ。にすることができます。これを命令にできます。禁止できます。対できます。移行できます。依頼できます。可能形できます。設計、受け身形。変えることができます。でも、無意思動詞は、これ、することができません。例えば、あれは言いませんし、あるなは言いませんし、ありたいも基本的には言いませんし、あろうも言いませんし、会ってください。会ってください。この時のあるは be ですから、please be は言いませんね。会ってください。可能、あれますもないですし、刺激、あさせる、あさせるになるのかな、ありませんし、あられるもありません。はい。だから無意思動詞はこの形にすることができません。できません。はい。この違いがありますから、この二つの分け方は大切です。覚えておいてください。じゃあ文法1の3の表の2を見てください。文法1の3の表の2を見てください。意思動詞にも、無意思動詞にもなる動詞があります。はい。たまにはちょっとだけあるんですけど、意思動詞と無意思動詞になる動詞がちょっとだけあります。例えば、なる。なる。なる。意思動詞だと、先生になる。I will be a teacher. I became a teacher. これは、先生になりたい。先生になろうと思う私の意思がありますから、先生になるは意思動詞。でも、午後5時になる。午後5時になる。このなるは無意思動詞です。私が5時になりたい、5時になってほしいと思ってなくても、時間はいつも過ぎますよね。時間はいつも止まりませんから、午後5時になる。無意思動詞。もう一つ。落とす。落とす。落とすという動詞ですけど、爆弾を落とす。爆弾を落とすは意思動詞ですよね。はい。戦争の時、爆弾を落としたい。爆弾を落とそうと思いますから、爆弾を落とすは意思動詞。戦争の時ね、意思動詞。はい。で、財布を落とす。財布を落とすは無意思動詞。これは、私は財布は落としたくないんですよね。皆さん財布は落としたくありません。落としたくないんですけど、ポケットに穴があります。カバンに穴がありますから、財布を落とします。これは無意思動詞。わかりますね。自然に財布が落ちます。財布を落とします。これは無意思動詞です。はい。わかりますかね？大丈夫かな？じゃあ、文法1の4でちょっと文章を見ましょう。文法1の4。文法1の4も全部会話です。会話。はい。1番と2番、会話です。1番。カーナビが壊れたので、新しいのが欲しいんですが、はい、これカーナビが壊れた。壊れたはどっちですか？壊れた。壊れたは、こっちですよね。はい。嬉しくないですかね。壊れたい。カーナビが壊れたいと思いますか？思わないですよね。だからカーナビが壊れた。はい、2番。自然に壊れたんですか？それとも誰かに壊されたんですか？自然に壊れたんですか？それとも誰かに壊されたんですか？はい、これは壊す。壊す。誰かが壊す。誰かが壊したいと思いますから、壊すは意思動詞。で、壊すは意思動詞ですから、受け身の形にすることができますね。誰かがカーナビ。誰かにカーナビを壊された。壊された。壊された。
こっちか、壊されたんですか、誰かにカーナビを壊されたんですか。これは壊すは意思動詞ですから、シェイキー受け身にすることができます。はい。こっちだね、壊されたんですか。はい、じゃあ3番と4番、3番と4番も会話です。3番、将来はドイツで音楽の勉強がしたいんです。将来はドイツで音楽の勉強がしたいんです。4番、まず高校を卒業して大人になってからなら留学してもいいと思います。まず高校を卒業して大人になってからなら留学してもいいと思います。大人になる、大人になってからなら留学してもいいと思います。はい、どうですか、わかりましたかね。まあこれはもう復習ですから、わかったということにします。わからない人は復習をしておいてください。じゃあポイント3の1、ポイント3の1、動詞のテイル、動詞テイル形は3つ用法がありますけど、今回は2つ注目したいと思います。2つ、これも復習です。1番は動作の継続、動作の継続、英語と一緒ですよね。I'm eating だったらずっと eating、 今食べています。 I'm eating、 今飲んでいます。 I'm drinking、 飲んでいます。これは動作の継続。2つ目は変化結果の継続、変化することの継続、変化結果の継続。はい、例えばそうですね、そうですね、下の文章見ましょうか。1番、動作の継続は急いで制服を着ている、急いで制服を今着ています、今着ています。2番はコートの下に制服を着ています、コートの下に制服を着ています。これは I've changed the clothes and I still wear on、 今も着ています、のも着ています、制服を着ています。まず制服を着ます、制服を着ています、着ています、着ています、着ました、今も制服を着ています。これが変化の結果の継続、変化結果の継続の定理です。この定理も2つ意味がありますから覚えておいてください。じゃあ最後、話しましょう3の2、話しましょう3の2、私が質問しますから答えてください。1番、今日復習した動詞の種類全部覚えましたか。今日復習した動詞の種類は全部覚えましたか。はい、そうですか、わかりました。まだ覚えていない人は復習を頑張りましょう。じゃあ2番、将来日本語を使って何がしたいですか。将来日本語を使って何がしたいですか。はい、わかりました。皆さんここまで頑張って覚えてきましたから、もう日本語も少しもっとたくさん使えるようになったと思います。日本語を使って将来したいことをしてください。はい、ここまでお疲れ様でした。じゃあ今日はこれで終わります。また会いましょう。さよなら。